距離の小学校の頃にさ、はい、それやっちゃダメだよって先生なんかによく言われてることの一つに、はい、椅子をさ、うん、こうやって、うん、ね、うん、後ろにそのまま倒れたら頭打って大変なことになっちゃうんだからねって、うん、ダメだよ、椅子それやったらって言われてたのに、はい、俺よく後ろにこのまま倒れた子なんだ。倒れた。あれ面白いよな、見てると、そのまんまの形で倒れてるからね、こうやって。抗わずに行くんですね、うん。バーンって。で、ある冬に、はい、後ろにストーブが置かれるんだよ。うん、ね、うん。そのストーブには、ストーブを置くための台座があるのさ、このぐらいの高さの。はい、床が焦げないようにね、うん。その台座の角のところへ、頭打っちゃ大変だねって。ね。だから気をつけなきゃねって。先生に言われてた。うん、なんでこうやったんだろうこうやって。こうやって、うん、あーって後ろへこう行った時に、うん、後ろからスイッと持たれて、スッと戻されたことがあるんだよ。へー。戻された。誰もいないの。うわー。助けや。そう。守られてるな、っていうことだね。で、北海道っていうのは、俺たちが小学校の頃っていうのは、もう石炭ではなくコークスだった、俺たちの学校は。ああコークス。ああああで、コークスはすごい火力が出るんだけども、うん、石炭よりも早く燃え尽きちゃうんだよね。コークス当番っていうのがあって、うん、そのコークスは何に使うんですか？ストーブにくべる。あ、ストーブ用の。うん、あ, あ, はは、あの、すっぽんの料理なんかをね、コークスでバーッと炊くんだけど、うん、強い火力が出るから。あ、そうなんですね。ほんで、コークス小屋と言われてる小屋があるんだ。うん、そのたまたまそれコークス当番で二人で行くんだけど、うん、コークス用のバケツがあるんだよ、こう入れる、それを持って行くんだよね。はい、でそこからこうスコップでこうすくってザーザーってある程度の山にして帰んなくちゃいけないんだけど、うん、俺たちがそのコークスの山からスコップでガサガサザーガサガサザーって入れてたら、その山の上のと思ってチャケチャケチャガシャシャーって上の方に誰かがいて、チャケ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 ザーで、なんか、その山が崩れてくる音がしたのさ。うんうんうん、で、うわーってびっくりして、暗いんだから、うん。びっくりしてみたら、全身黒ずくめの真っ黒いやつが目だけギュローっとして、その山の上に座って、こう見てたんだよ。こうやって。で、おーびっくりしたーって言ったら、はい、その山の中にズー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 って入ってきた。へぇー。消えてったんすか？ああ、未だに覚えてるね。佐藤修司っていうクラスの友達と一緒だったんだけどね。へえ、うん。その佐藤くんも見た。見た見た。うわぁ。怖、うん、わうちらが暮らしてた岩見沢のね、近くには函館本線っていう鉄道が通ってて。はい。その函館本線が伏線でいくつかある、一番端っこのところに、ホロナイ線っていう引き込み線があるのさ。うんうん、ホロナイ炭鉱の方から掘削した石炭をこうずーっと運んでくる貨物専用の線なんだけど。はい。その線が唯一俺たちが一番最後まで SL 見た線だったね。そこへ、うん、軌道内に遊びに行くんだよ、俺たち。おー、そう。線路内に。楽しそうですね。もう今じゃ大問題になっちゃうよね。うんうん、だけどあの頃って普通に落ちてる石炭を拾って歩いてたから。ああ、いいですね、うん。で、そこにそのショートカットをしていくために、うん、うちのすぐ近くに流れてる利根別川っていう川があって、はい、その川に一本丸太橋がかかってんだよ。うん、丸太橋。丸太。それを俺たちがその上に上がると、どん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 と音がして、こう揺れるもんだから、どんどん橋って呼んでたの。うんうんうん。どんどん橋通って、ホロナイ線行くべって、どん行くべ行くべって言って、その橋を、渡りかけたら、はい、入ってみたら、うわぁ、あぁって、そんな声がするんだよ、うん。もう夕方だって4時、まあ割ともう涼しくなってからの夕方だったから、日が暮れるのも割と早かったんだと思うんだね。うんうん、何って言ってみたら、線路の道床っていう石がこうバーって引いたんでしょ、はい、道床の上を、わけのわかんない、顔がこうあって、こう斜め上を向いてて、こっから後ろが、全部ボロ切れみたいになってる。こう、大吹いてる。風、バラ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 って大吹いてるのが、って言いながら、ふほほほほほほほって歩いてんだよ。わ、もう、あ俺たちそれ見て、わーって橋の上でもって、いや、俺先頭行ってたもんだから、俺が、うわーってなったら、みんなドミノ倒しみたいに、わーってなって、橋からぼちゃぼちゃって落ちて、うん。その時に、俺の後ろにいた、コックリバンの梅沢が、一緒に見てたんだよ、その時。ああ、そうなんですか。うん、うわ。
何年か前になるけどね。はい。とある高速道路、高速道路なんだろうな、有料道路とは言わないんだろう。首都高ではない高速道路なんだろうね。うんうん。を走ってたら。はい。その道路って、割とこう、副道外、副道外っていう、それまあ、トンネルと言うんじゃないんだけど、要は副道だよね。他の道が通ってるから、副道、うん。一般的にはトンネルと言われるけども、でもあれ副道ってな、はい。それを出たり入ったり、出たり入ったりする道なんだよ。はい。あるところまで行って、中央分離帯があるじゃない。対向車線側は見えないから。で、それをずっと走ってて、俺が追い越し車線側、バーッと進んでったら、はい、あるなんか一つの柱があるんだよね。副道のための、天井を支えるための柱だ、うんうん、その柱の、その下の方に、パッとこう最初見た時に、なんかこう、ビニールかなんかが、その車が走るその風に煽られて、サバ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 ってこう動いてるのかなと思ったんだけど、うん、どんどん近づいていくに従って、お、人だと思ったんだよ。何をしてたかっていうと、はい、まるでその柱に上がろうとしてるみたいに、こうこう一生懸命こう爪で、こう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 、這い上がろうとする感じなんだよ。でも、それが気味が悪いのは、ある程度のところで上がるとスルッと落ちるんだよね。また、ぐわーって言ってスルッと落ちるんだけど、はい、立ってる人じゃなくて、下半身がこう団子みたいな状態になってる。ここが下がる。下がるって感じなんだよ。子供なんだよね。そこで気づいたの。そのずっと何年も前に、はい、おそらくそのあたりだと思うんだよ。うん。多分ね、間違いないと思うんだ、うん。小学生があるマイクロバス、走ってるマイクロバスから転げ落ちて、うん、亡くなるっていう、ね、事件があった場所なんだよ。ああ。そこなと思って、これ、なんだよ、まだここに、こんな形で残ってる。いや、それにしても何やってたんだろう、あれ、と思ったね。うんうんうん、ね。うん、這い上がろうとしてる。あるリサイクル屋で、はい、こんなもの売ってんだねと思いながら店内を見て歩いてね、うん、ダーツのなんかどう見たってプロ用のさ、ダーツ盤にあるようなやつが売ってたけどね、おうおう、70万もすんじゃねえか。高っ。まあ、でも好きな人買うのかなとかのこと思いながらね、なんかこう見てたんだわ。はい、ある一角まで行ったら、うん、それまでは全部大体こう分かりやすく値段がついてたのに、うん、その奥の方のその一角だけ値段がついてないんだよね、うん、で見てみたら一人掛けの革張りの椅子が置いてあって、うん、肘掛けも何もないタイプの、あ、ないタイプ、ほんとこう L 字のね、そこにこう革が張ってあって、それをこう秒で止めてあるみたいな、縁を、ね、はいはいはい、昔からあるようなそんな感じのやつなんだ。あれなんか懐かしい、俺これこんなどっかで見たぞと思って、うん、昔俺子供の頃にどっかで俺こんなの見たよな。これどこで見たんだったかな。どこでだったっけ。いや、俺絶対見覚えあるぞ、これ。って思ってたら、はい、その椅子の、まるでその内側から声が響くみたいに、どこだったっけな、これ。絶対見たことあるぞ、俺これ。関根さんだろ。おお、そう、関根さんち、と思って。それ、誰かっていうと、俺が田端に住んでた頃の、はい、俺が住んでたマンションの大家さんが関根さんって言うんだけど、はあ、その関根さんの家によく俺遊びに行ったんだよ。はい。そしたら、そこの家のリビングのところに置いてあった椅子なんだよ、それ言われたら。へぇー。そう。だもしかしたら、あの椅子はそうなのかもしれないけどね。ねえ。本当になんかね、もう、関根さんだろって聞こえたの。はあ、そうなんですか。うん、内側からちょっとこもる感じで。そうそう。そうそう。まあ、これが漫画なんかだと、その椅子買っていくとこだろうけどね。ああ、そうですね。買いません。買いません。俺の友達が何でもかんでも家の中のものをリサイクル品で済ますやつがいてね。いや、リサイクル品が悪いとは言わないよ、うんうん。悪いとは言わないけど、新品をリサイクル店で買うことないじゃん、何も。新品も売ってるんですか？売ってるよ。たまにね、だから電化製品なんかね、うん、アイロンとかさ、ああ、結構ほら、結局、潰れたところからの引き合いなんかがあるから。あ、それである日、そいつをね、うん、扇風機を買ったんだわ。はいはい。うん。それで、その扇風機を買ったんだ、俺って、っていうか、そう。エアコンはよ。エアコン電池かかるもんだってすごい。まあそうだね。うん、いいんじゃないでしょうか。言ってたら、はい。いやー、この間扇風機買ったって言ったでしょ。もう、まあ、調子悪いのか。どうか飛んでっちゃったとかするんじゃないだろうなって。そうじゃないよ。そうじゃない。なんかおかしいんだわ、扇風機。なしてよって言ったら。夏、暑いからさ、扇風機かけながら飯食ってるでしょ。そしたら、なんか、ふりっとこう、触れるのよ。うん、で、なんだべと、なんだと思ったら、髪の毛なんだよなって。おぉ。で、なんでこれ、こんなもん落ちてんだと、ゴミ箱を捨てて、はい、また飯食ってるじゃん。ひょいってみたら、ご飯の上に髪の毛がふわっとかかってる、うん。そんな長い髪の毛じゃないんだよ。でも、明らかに俺のより長いんだ。
なんだべと思って、いや、気持ち悪いな、このご飯の中髪の毛入ってて、またこう捨てて、こうまた食べてるとね、明らかに扇風機の風に乗って、俺の顔に、ふわって髪の毛がかかるね。ちょっと待て待て待てと思って、扇風機パチッと止めて、はい、こう見てみたんだよ。そしたら、後ろにこうモーターがあるべ、モーターの、あの、カバーの中の方から、ニューッと出てんだよ、髪の毛が。お前それ、まさかとは思うけど、俺はあの、カニの話に触発されて作ったんじゃないよね。バカ違うよって。そうじゃないけど、でも本当それ想像したよ、俺はって。なんだべ、なんでこんなに髪の毛が入ってんだべ、こんなとこ入るか、普通と思って、全部こう引っ張り出したんだって。それ自体気持ち悪くない？ねえ。それで、その日の晩ね、はい、それをまた寝室持ってって、それを嗅いながらこう寝てたんだ。そしたらなんかね、嗅いだことのない香水みたいなシャンプーのような、なんと見えない匂いがするんだよって。で、俺、なんだべ。何の匂いだべと思いながら、寝ぼけまなこと思って、なんとその扇風機置いたのをふっと見たら、その扇風機の後ろにこうと女の子って時間ついてたんですよ。だから、またリサイクル店に売りに行ったんだ。売りに行ったんですか？1000円で買ったんだけど、100円で取ってくれたからまあいいかなと思って。姿見ちゃったんすね、うん。はっきり見たって。扇風機をこう抱くようにして、こうやって女が。うわぁ。ドラゴンって花火知ってる？ドラゴン。うん。いやー知らない。知らないか。名前は多分聞いたことありますけど。四角いこう箱に入っててさ。うん。ポコッと上げてさ、うん、すると中にこう、ストンと入ってるんだ。それにこう、火つけると。って。あ。それだけの花火なんだよね。すごい終わっちゃうやつ。そう。だからあれは置くよりも手で持った方が面白いんだよ。ああ。人に向けてね、投げたりとか。本当はダメですけどね。で、まあ俺の友達が花火やろうよって言って、うん、俺んち紙袋の中いっぱい花火入れてさ、うん、来たんだ。で、北海道にいる子だ。やろうやろうって言って、あ、じゃあ俺、うちの花火持ってくるわ、って言って、うん、それぞれ花火持ちようって、はい、こうやってたのさ。だそのドラゴンっていう花火が、やっぱり一般的だったから、うん、だからみんなやっぱりその花火は知ってるし、大概ラインナップに入ってるのは買うと、うん。ドラゴンって書いてあるんだよね。ああ。これ箱にね。はあはあ。で、それをポンと置いて、おい、気をつけろ、火つけるぞって言って、誰かが一つのドラゴンにチッチッチッって、ポッて火をつけたんだ。うん。うわーって、もう出るでしょ。煙もブワーッと出るわけだから。はいはい、これ見てたら、今、ブワーッと出てる、その花火のすぐ向こう側の道路に、ちっちゃい女の子がこうやってしゃがんでるのが見えたら、吹き上がる火のこう、結構明るい火花の出る花火だからね。はい、もうそれでちゃんと顔がこう、ブワーッと浮かび上がってるわけ。うん、で、俺、って収束して、もうもちろんいないさ。うん。ぼーっとしたんだ、俺。そしたら、何した？え？いや、ちょっともう一回、やるわよ、ちょっと、ドラゴンって。いや、他のもいい、いやいや、ちょっと待って待って待って、ちょっともう一回やるわ、って言って、火、うん、ついたら、またいるんだよ。はあ、うん、はあ。もうね、その時はっきり分かったの。子供用の浴衣を着て、はい、白地にピンク色のこう金魚が描かれたようなね。で、うん、ピンク色の帯締めて、ふ、うん、っているんだよな。俺、あれな、なんでか分かんないけど、その小学校の5年生の時だったと思うんだけど、うん、はい、その時に、そういう女の子がいたってことを、未だに誰にも言えてない。あ、そうなんですか。うん、これ、俺、初めての、これ、神の技だ、俺。へぇー、うん。なんか、その時に、その場にいた友達連中には、はい。なんか言えなかったんだよな、なんでかわかんないけど。なんでだろう。へぇー。女の子が言わないでって思ってたんですかね。かもわからんね。なんか、幻想的。うん。花火をつけた時だけ見える。いや、近いし。ああ。近い。あ、そっかそっか。そうだよ。だって、ほんと、こんなとこだもんね。やばいよね、あれ、あれ、実際はね。だから普通は人に入れるとこじゃないよね。あ、そうですね。まあ、ある程度こう、左ながらこう、吹き上がるからさ、わーってね。顔の感じ、今触って俺言ったでしょ？はい。はっきり覚えてるんだよ、その白地にピンク色の金魚かね、大きい、割とこんな大きい金魚がこう、描かれたような感じの浴衣だった。顔までね、今ちょっと思い出されてきた、はい、俺、なんだろう、これ。え、急にですか？うん。おー。顔なんか似てる人います？女の子だから、はい、決してその何かに失礼とかね、うん、なんとかっていうんじゃないよ、うん、はい、あの若い頃のカンペイちゃんみたいな、カンペイちゃん、うん、あぽい、はあはあはあ、ああいう目鼻立ち、へえ、
髪の毛ここでキュッと縛って、前髪がこう来て、キュッと縛って、縛ってるこのゴムの黄色いのがわーっと浮かんでくる。へえ、すごい。今、沈殿した記憶が、ふわっと。へえ。俺ね、妖怪前としたような、うん、何とも言えないその不思議、不気味なものとのね、その遭遇ってのは今でやっぱ何度かあるんだけども、はい、水木先生が残された妖怪第100課とか妖怪辞典とかを見て解説を読むと、うん、あ、アントニのあれはこれだったのかなって、なんか符合するところっていうのはあったりするんだよね。うん、はいはいはい。昔ね、俺がね、滋賀県の割と閑散とした寂しい場所があってね、うん、公園のある前に飲みに行きましょうって言うんで、飲み屋があるんだよ。その指定された飲み屋があって、うん、地元の人が宿まで迎えに来てくれて、自分が泊まってるところからその飲み屋まで連れてってくれたんさ。はい。だからこの人、途中で持って帰っちゃって、うん、ここで帰り、大した距離でなかったなと思ったし、なんとなくその雰囲気のいい竹林があったりなんだりっていうところだったので、はい、雨の日に傘を差して、ちょっと歩いて帰ってみようかなと思って、うんうん、全身がじっとり濡れるようなさ、霧雨が降ってる中をね、歩いて帰ったことがあるのさ。はあ、しばらく歩いてたら、はい、後ろからね、ビシャビショビシャビショっていう、うん、まるでね、何かその平たいものを、うん、こう水でぐしゃぐしゃになったところに、ビシャって吹っつける、うんうん。で、それをまるでこう、忍者の、俺は水すましじゃないけど、ね。はいはいはい。水の上渡るやつ。うん。うん、あれはもちろんスイスイ来るんだろうけど、そんなんでもし水の上を歩いたとしたら、はい、この音がすんじゃねえかなって言ったら、ビシャービショービシャービショーって音がついてくるのよ。間違いなくでもそれって右、左、右、左っていう風にこう、誇張なってんだよね。え、なんだろうと思って振り向くと止まるのよ。うん、え、っていうことは何？俺？と思って。いや、そんなわけねえな。俺、耳の中でビシャビショって言ったら嫌だなと思って。ほんで、また歩き出すと、ビシャ、ビショ、ビシャ、ビショ、ビシャ、ビショ。で、止まったから、あ、止まった、と思って。なんだって、なんかの動物かなと思ったから、そのまま気にしないで歩き出したら、今までずっと後ろの方と思って止まってたであろう、その足音が、ビシャビショ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 ってついていったのよ。うん。あ、やばい、やばい、と思って。慌てて、その竹林を抜けたら、もうそっからついてこなくなったんだけど、はあ、なことがあるんだよ。はあ、それって、美写がつくっていう。美写がつく、うん、っていう、え、妖怪ですか？妖怪、妖怪。へぇ、水木先生はなんか、こんな吸盤がいっぱいあるみたいなやつを書いてたけど、はあ、実際姿はないみたいなんでね。へぇ、そう。ひらがなで全部美写がつくっていう。あ、そうなんですか。そんなね、思いをしたことがあります。へぇ。いつもはちゃんとした宿を取ってくれてるのに、うん、なんかしね、その時に限ってゾンザやな宿を当てられてっていうね。それはその公園じゃないんだけど、車関係の付き合いのあるところで、名古屋の終わり朝日っていうところに大体1ヶ月の間2回から3回行ったことがあるんだよ。もう20年ぐらい前。で、いつもだったら大体その終わり朝日の駅の近くのところのホテルを取ってくれるのに、うん、その時によってはなんかとんでもないこちら旅館だったりもするんだけど、その時に当てがわれたホテルがとにかくひどかったんだよ。かかるんだよねっていうぐらいのドアノブで、丸ぼっちの、ぼっちんとしてガチン、はいはい、うん。しかもそのドアノブ自体がガタガタしてるみたいな。ああ、もう絶対入れますね。うん、絶対入れるタイプの。うんうん、そんなとこだったんでね。中村さん、いいじゃないですか。そういうの好きでしょ。幽霊出ますからって言うんだよ。ストレス。ふざけんじゃねえぞと思って。バカだね、お前。そんなこと言っちゃったらそういう気持ちになっちゃうじゃねえかよ。って言って。自称大好きじゃねえですよ。好きなんじゃねえんだって、だからよ。しつこいね、お前も。そうじゃねえんだから。って言って、うん、その日飲んで帰って、シャワーを浴びてたら、はい、そのシャワールームのドアをゴンゴンってロックしてくるやつがいいんだよ。だから、なんかホテル関係の人なんだろうなと思うから、普通に聞けたと思って、ガチャッと入ったわけだ。誰もいないんだよ。うん、あ、そりゃそうかと思って、勝手に入ってくるバカいねえなと思った、うん、まあそうですね、と思って、あいつ出るって言ってたって、はあ、本当かよと思って、それで気持ち悪くなったんで、とにかくもう家上がろうと思って、バーッとこうタオルで拭いてたら、この洗面台のところのこう鏡が、うん、今こうわーっとこう曇ってくるじゃない、はい、そこに指で書いたみたいに、うん、幽霊って書いたんだよ、感じて、おー、でええー、と思って。はい。え、あ、これ前に誰かが書いて、
それが一旦乾いてのパターンだって。ああ。すごい達筆なんだよ。しかもそれ、筆じゃねえこれと思うぐらいの。あ、そうなの？すごいんだよ。あれなんだろうと思ってさ。はい。でも結局その日、金縛りで金縛りで金縛りで一睡もできなくて。あ、そうなんですか。そう。ひどい目にあったね。場所は未だにわかるよ、俺、あの、ホテルの場所。あ、そうなんですか。うん、鏡の幽霊の文字は、でも幽霊が書いたって思いたいですね。こっちとしては。書くね、自分で幽霊。いや、だいぶ個性的な幽霊やなと思いますけど。うん。出てしまう幽霊。出ましたよ。若い頃。はい。行っちゃいけないのは分かってても、心霊スポットだろうなんだろうって、足しげく行くもんでしょ、みんなね。うん、そうですね。まあ、俺たちが本当に若い頃、まだ10代の頃なんてのは、そんな心霊スポットなんて言葉はなかったからね。うん。だから、お化け屋敷とか、幽霊屋敷とか、なんとかって言ってたよね。はい。ある山中に、こんなところに誰だよ、これ建てたのっていう家が建ってるんだよ。はい。どう見たってこれ、違法建築だろうし、うん、基礎だって打ってるか打ってないかもう分かんねえよな。そうか、これは山の中だから基礎いらねえんだと思ったり、うん、逆に。そんな感じなんですか。本当にね、ひどいんだよ。だけど、大きさ的には、何坪ぐらいあるのか分かんないけど、とにかく周りが木だらけ、ツタだらけ、シダだらけなんだよ。で、そこをガチャってドアを開けると、一段も高くなっててね、畳も全部もう上げてあって、ガチャって上げた途端、家の中中が見通せる感じなんだけど、はい、でも、そこに猛烈な幽霊が出るって有名なんだよ。猛烈な幽霊。猛烈に幽霊が出るって。はあ、だからあそこはやばいぞって言って、俺のちょっとやんちゃな先輩でさえもうやめれ行くな、あそこはっていうぐらい。うん、そう言ったの、俺たち、はあね。で、なんかこう見て歩いて、なんで何もねえじゃねえかって。帰るべ帰るべって出て、家の外へ出て、ガチャッとドア閉めた時に、なんかドアの向こう側と思って、すぐドアの近くからコツコツと奥へ向かって歩くような気がしたから、うん、なんだと思って確認すべと思ってガチャッと開けたら、ドアチェーンかかってたんでね。おお、たった今閉めたんだよ俺。やば。おお、一目散だったよ。アントニオ逃げ足早かったよ。やば、びっくりした今。いや、ガチャってかけてコツ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 ですよね。なんじゃないの多分。ね。うん。だって隠れるとこなんかないんだからね。人なんかね。ああ。いや、なんでこんな怖かったやろ。ゾッとして僕。森の中で自ら命を絶たれたというね、遺体に出くわすっていうのは何も青木かからだけじゃないんだよね。ああ、そうですね。他にもやっぱりそういうとこってのはたくさんあって、うん、北海道なんかだって割とその原生林はいろんなところにあるし、はい、まあ、北海道なんかでもって本当にそのことになりゃ一番最初にやっぱり熊だとかなんかのね、そういう野生動物のね、餌食になっちゃうんだろうけども、はい、でもやっぱりそれが一番最初にもし熊だとかキツネだとかなんとかっていうのがそこにありつかないでしばらくそこに遺体がねそのまま放置の状態になってて、うん、するとそこにありついてるのはまず虫だよね。あ、ね、はい、人が亡くなったその遺体亡骸にたかる虫っていうと一番最初に想像するのって何だと思う？ウジだと。でしょ？はい。みんなそうなんだよね。その大体ウジなんだよ、うん。ところがさ、そのウジが湧き出した頃に、次の段階の虫があるの。ほう。うん。何ですか？このウジを食べに来る虫がいるんだよ。ああ。そう。これシデムシって言って。はあ、はあ、はあ。いろんな書き方するんだけどね。死ぬ、出る虫って書く場合と、うん、死って書いて、オウムの無、これでシデムシって、これが正しいみたいなんだよね。はあ。俺たちがね、昔森の中でもって、とんでもなく、おそらくこれは自ら命を絶ったんでしょっていうような、半分白骨化した遺体を見つけたことがあるのさ。で、それがちょうど秋口、10月にはなってなかったと思うんだよね。9月中頃だったんじゃないかなって、ほら、記憶の中でそう思うんだけども。はい。シデムシは黒い虫なんで、この木だよ。うん、こんなのね、うん。このぐらいの、この小指の第一関節ぐらいの大きさなんだけどね。はあはあ、それが、まあ、甲虫類の一種なんだけど、それが、そのウジを食べに来るんだよね。うんうん、すると、なきがらが黒くなるのよ。ああ。黒いブツブツがいっぱいついてる、それがうわーって動いてる感じになるわけよ。で、俺はそれ知らなくて、うん、なんだこれって言って、なんだこの虫って、ゴミ虫かって言ったの、最初。うんうんうん、ゴミ虫いっぱいついちゃってるよ、これ。
でえなおい、とにかくこれ警察に届けないとって言って、警察に届けた後、そこにずっといるのはダメだって警察に言われたんだよ。熊が来るかもわかんないからって。またそれ戻るのも嫌だったし、一回公衆電話で言ってるんだからさ。うん、だから大体どの辺のっていうことを教えて、うんうん、それで俺たちは車のところに戻ったんだよ。で、車で移動始めたんだよ。はい、無線がついてるって言ったでしょ、パーソナル無線が、はい。その無線で喋りながらいたら、俺たちの前にいた男だったと。ブルーのシティタブ乗ってた男がいるんだけど、そいつが、うん、うわーって、キューって煙かかったわけ。びっくりして、そしたら何やってんだ、もう危ねえよって言ったら、うわーって飛び降りてきて、うわーって体中払ってんのよ、うん。で、俺たちも車から飛び降りてんの、何やってんだ、お前って言って見たら、払ったところから、プロンって黒い虫が落ちてくるのよ。おー。ほんで、見てみたらさっきのシデムシ。なんでかわかんない。その、俺たちの前に走ってたシティターブ乗ってたやつも、体中にシデムシたかって、運転してる最中に。うわ。そんなことがあった。意味はわからない。え、その本人だけがわかるじゃなくて、実際見てるんですか、うん、そう。ええー。みんな見てんの。パラ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 って落ちてるの。どうして、踏んでんだよ、奴はさ。うわ。買うんだって、なんか。あ、そうなんだ。最初それで気づいたらしいんだよ。そしたらこのシャツのところ、うわーって出てきたんですよ。ゾゾゾゾゾゾゾって。こっから。うん。うわ。気をつけなさいよ。俺が今愛してやまないミニがあるでしょ、はい、本当に今までいろんな車乗ってきたけど、うん、一番なんかしっくりくる車なんだよね、俺にとっては、うんうん、この車ね、買ったのって俺2012年なんだ、はい、もう新しくそろそろこの形がなくなりますよって言われて最終型を買ったんだけどね、はい、俺が乗ってるタイプのクラブマンって一回マイナージェンしてんだよね、俺が最終型なんだけど、うん、その前の世代のクラブマンだって俺がまだクラブマンを持ってなかった時に、はい、うちでカーオーディオの設定でスピーカーを変えたいっていうんでね、うん、スピーカーとアンプとを変えたいっていうんで預かったことがあるんだよ、俺のところで、はい、全部その調整を済ませてくれってことだったっけ、うん、オーナーは女の人で、うん、当時足立由美ちゃんがホットチョコっていうチョコレート色のクラウマに乗ってることを思ってちょっと流行ったんだよね、はあ、なるほど、うん、で同じほどのホットチョコの答えで、いいのクラウマ持って思ったきっかけになった車だから、それがそうなんですか、うん。その車のそのオーディオの調整をしようと思って全部組み付けたので、ちょっと大きな音出したり小さい音出したりいろいろしなくちゃいけないから、うちの工場内ではちょっとできないので、ちょっといつも離れた森の中に行くんだよ、俺。そっちへ向かって走り出したの。で、ある街中を抜けていこうと思って、こう走ってたら、突然ウィンカーも何にもつけないと思って、右側の路地から2トントラック、ガーッ入ってきたのよ。ほんで、やべえって、ドーンとブレーキを、ぶねえな、おいって見たらいないんだよ、二頭なんか。ええ。普通に一台プリウスが走ってんだよ。もう50メーター前だよ。はあ、ええー、と思って。はあ、はあ、いや、ドカタン二頭みたいなの入ってきたじゃんって俺思ってたんだよ。はい。何が、やべえ、俺なんか幻覚、今の幽霊とかなんとかっていうよりも幻覚っぽい。なんだろうと思ってたのよ。はい、まあ、調整終わらして帰って、オーナーさんが取りに来たので、終わりましたよって言ったら、はい、ありがとうございます。大丈夫でした？って言うのよ。うん。何がって言ったら、乗られましたよね、車。乗ったよ。なんか、車飛び出てきませんでした。ほー。ちょっと待って。どういうこと？笑わないでくださいね、っていうの。私、この車、ディーラーから新車で買ってるんですよ。だけど、うん。一週間のうちに、多い時だと2回も3回も、はい、私の目の前に2トンのトラックが飛び込んでくるんですって。ええー。でも、急ブレーキかけて見るといないんですよね。うわ、まんまじゃないですか。いや、ちょっと待って、俺それあった今日って言ったら、やっぱりっていうの。はあ。全然意味がわかんない。新車だもんだ、その車。車についてる2トン車の幽霊？何ですか、それ。全然意味わかんないよね。ねえ。意味がわからないです、うん。なんでそんなことになるのか、その二トン車が何者なのか、全くわかんない。うん。でも見たよ、俺も二トンは。へぇ白い、何の変哲もない感じの、なんか後ろに資材積んだよ、二トンだったね。あ、そうですか。うん、この辺りで盆踊りやってる音って聞いたことある？いや、盆踊りはないです。はい。昔はさ、本当にそのお盆のちょっと前ぐらいからね。うん。町内に一箇所ぐらいの盆踊り会場があったんだよ。ああ。本当に本当に。それは北海道だけじゃないと思うんだよね。うん。
俺たち子供もやっぱり盆踊りが楽しみだったし、はい、夕方になってさ、盆踊りの音が遠くから聞こえてくんだよ。うん、たらちょうど夏なんか俺、冷や麦なんか囲んでるとね、それが聞こえてくるとさ、もう浮き足立っちゃってさ、うんうん、座ってくれって言われて、すると友達連中が、まっちゃいこーって迎えに来て、うん、バタバタっと夕方来てね、出ていくっていうのが。ああ、いいっすね。俺がある程度の大人になってからの話だから、平成元年、ね、関東に来たあたり、夏もちょっと過ぎたあたり、寝てうとうとっとしたら、まっちゃん、まっちゃん、まっちゃんって俺を呼ぶ声がするわけだよ。で、その声に聞き覚えがあって、はい、ちょっと目を上げたら、俺が当時その岩見沢の生まれた家の玄関を出ると、左手の方に住んでた、こうちゃんっていうのがいるんだ、はい、こうちゃんっていうのが。メガネかけてこましてくれた子だったよ。うん、そのね。このこうちゃんがメガネかけて、いつも夕方来てさ、もうその頃の顔形で、ここへ打ち合わせさせてさ、うん、早く早く、早く早く始まっちゃう、始まっちゃうって言って、遠くでもって、ルルルルルルルって子供も踊り歌が聞こえるわけよ。はい。あ、そうだったら行かなきゃと思った。自分もいつの間にか子供になってるわけよ。うん。で、そのまま一緒にバーッと走っていくと、その当時の子供もバーッと集まってきて、一緒にその踊りの会場に入って、うん。そんな夢を見たんだよ。なんてことない夢なんだけど、なんか、ものすごいその、朝起きてから、そのことが頭から離れなくて、いやー、なんであんな夢今頃見んのかなって、まあちょうど、お盆過ぎたあたりだし、昔のことをね、なんか、いつの間にかその頭の中で、お盆イコール盆踊り、みたいなね、定義が一つできてて、そんなこと自分の中でもって構築すんのかもしんねえなーって思ってたもん。はい。そしたら、次の日だ。俺の昔からの遊び仲間でもって、ヨッチってのがいて、はい、この度その北海道で階段ドライブやった時に、岩見沢の方でもってずっと運転やってくれたんだけど、うん、彼から電話があって、はい、ああ、まっちゃん、一応伝えとくわ。まっちゃん家の横に住んでた奥田、亡くなったから、昨日。あ、そう。まあ、その時には俺、亡くなったとしか聞かなかったんだね。だから結局もう自殺だったんだけどね。うわぁ。うん。だから、そうか。だから、ゆうべ、それで会いに来たんか。って。多分、亡くなる寸前に自分の頭の中で、子供の頃のことがばーっとこう、走馬灯のようにね、浮かび上がって、その中の一ページに、俺たちと一緒に盆踊りに行ったっていうページがあったんだろうなーって。うん、そう思った。この奥田ってのは、こうちゃんっていうのはね、うん、例の坂本の家で行方不明になったやつ。あ、そうなんですか。久しぶりにね、俺この間北海道行った時に腰やっちゃって、はあ、昨日いつも行くフェニックスって俺整体行ってやってもらっちゃうんだけどね。はいはいはい。この普通の整体受けながら、あーって思い出したことがあるの。うん、なんでしょうか。ずいぶん前に、うん、やっぱり俺、その整体にいちいち凝ったことがあって、いろんなところの整体受けてたことがあるんだよ。おー本当はダメなんだよね。一箇所で決まった先生にこうじっくりやってもらった方がこっちの体のことを分かってくれるし。ああ、なるほど。絶対その方がいいんだけど、でもなんか、ここの、あっちの、こっちのっていう感じで思っていろんなところを受けてたことがあるわけ。うん。ある時行った整体が、ちょっとこうアロマを一緒に、ちょっとアロマ今からお香を炊きますねっていう、わかる？爪の長い感じの女の先生がアロマでねっていう、そういうタイプの先生だった。はいはいはい。うぜえと思って。いらねえ匂いは、と。で、だけど、まあ、上手だったんだよ、うん。で、話をしながら、どんなことされてるんですかとか、普段はどっか他のところへ整体行ったりしますとか、リンパどうしましょうかとか、一回矯正受けられた方がいいかもしれないですね。首がちょっとストレートネックになってるかもしれませんね。とか、うん、割と的確にこう言ってくれる先生で、はい、あれこの、あ、でもちょっと自宅から遠いよな、と思ってたわけよ、俺。うんうん、それでこう押してくれながらね。ああ、そうだ、そこ、そこ聞くか、と思って、あ、この人なんかいいところに手が届くじゃないけども、痛いところに手が届く先生だね、おい。うつ伏せになってるじゃない？はい。え？もう立ってんね。うん。え？じゃあ、今、腰押してるの誰よ、と思って。おー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 、そういうことっすね。おーおーおー。で、俺思わず、パッと手、今押してくれてる腕を掴んでみようと思って、分かりやすく言えば、こう腕をこう、はい、うつ伏せになってる、はい。この手を、こう手をやったのよ。うん、こう手を持ってった途端、パチンって手弾かれたんだよね。で、どうしましたって、何今の音っていうの。で、その途端なくなったんだよ。押されてんの。はえ、いやいや、先生、助手の方っているんですかって。おい、いませんよ、私一人やってるから。うん。もう、
それ一回きりになったね。うーわー。でも、的確なんですよね。うん。うん、うわー、辛いとこやー。もう、びっくりしたね。なんか助手がいるんだなーっていう感じ。うん、それとももしかしたらその先生に宿ってる何かが、なのかなーとか。でも、あの、押し方って女の人っぽくなかったんだよなーと思ったりね。あ、そうなんですか。ぐわーって入れてくる感じの親指を。うん。本当は親指入れちゃダメなんだよ。この、小手って言って、ここで。うんうん、こう押してくれるのは本当はいいんで、親指でやるとピンポンで入りついちゃうんでね、もう揉み返しの原因になるっていう。なるほど、なるほど、うん。新潟もね、俺割と公演は少ないんだけども、はい、以前公演でちょっとお呼ばれして行ったことがあってね、はい、2月の半ばぐらいで、はい、一番雪が、重い雪がドーッと多い頃なんでね、三条、うん、迎えに来てくれて、車でずっと移動していくんだけども、すんごい、その年はものすごい雪が多かった年で、はい、すっごい雪ですね、これ。いや、北海道で俺こういうの見慣れてるけども、北海道で変わらないですね、これね。って言ったら、そうでしょって。よくあの、東北だ、北海道だって言われるけどもね、やっぱり新潟も多いんですよね。で、そんな話をしてて、はい、で、道がどん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 国道を走ってたものから、道がこう細くなっていってね、うん、特にほら、両側にもう雪がもううず高くばーっとこう積もってるもんだから、道自体がちょっとこう狭くなるわけだよね。あ、はい、で、こうずっと道をこう走ってったら、もう大体おそらく、あ、この辺なんだろうなと思うあたりに差し掛かったところで、どこの家もこう敷地でかくても家がでかいからさ、稲作農家だったりすると思う。ね、うん、家でかいんだよ、みんなね。はい、ある一軒の家を見てみたら、ひょいっと見えたわけよ。あ、雪下ろししてるけど、おじいちゃん一人で大丈夫ですかねって言ったら、うん、運転してる子が、え、あ、本当だって言うわけ。あ、うん、あの、おじいちゃん危ねえなーって。あそこの家はね、普段一人暮らしなんですよって。一人であんな家にね、寂しいだろうね。それちょっとすいません、ちょっといいですかって言って、はい、そしたら道端のところで車をギュッと止めて、車からこう降りたところで、じいちゃん大丈夫かって言ってるわけ。危ないぞ、屋根の上登ったらって言ったら、そのじいさんがニッコニコして、毛糸の帽子かぶってね、もう家潰れちまうからよって、のこと言ってたのよ。うん、で、気をつけろよぐらいのことを言って、もう危なっかしいなーって、バーって、また会場に向かってずっと走っていったわけよ。はい。で、会場に着いて、ちょっと食事会を用意してますんで、まだちょっと時間があるんで、ちょっとここでお待ち願いますかって言われたんだよ。あ、わかりましたって言って、じゃあちょっとトランクから荷物をって、荷物を下ろしたら、ちょっとすいません、僕、さっきのあの、じいちゃん気になるんで、ちょっと見てきますね、って言って。うん。で、バーと出てからだわけよ。それで、食事会が1時からだから、っていうことだったんだけど、12時半40分、50分になっても帰ってこないのよ、その彼がね。はい。小谷さん、どうしたんだどうしたんだって言い出したから、うん、小谷さんはさっき実は来る途中にね、ある一軒農家でこう雪下ろしてるお年寄りがいて、うん、そのお年寄り気になるからっていうのを思って見に行ってましたよって言ったら、ああ、そうですか。ああ、じゃあもう来るかなって言ってたら、ちょうどその言ってた時にさ、バタバタバタって入ってきて、はい、中村さんすいません申し訳ない、誰とちょっと一緒に来てくれって慌てて、で出てこうするから、小田さんどうしたんですかって言ったら、いや実はね、あの、どうしてもなんかちょっと変な胸騒ぎして、僕行ってみたんですよって、うん、そしたらさっき屋根に乗ってたおじいちゃんいなくて、ほんでどうしたんだどこ行ったんだと思って、家の中に入ってもいない、どこ見てもトイレにも風呂にもいない、うん、どこ行ったんだ、うわ嫌な予感がするなと思ったら、雪の下敷きになってたんですよ。ああ、やっぱり落ちちゃったんだねって言ったら、そうですね。そういうことです。あの、下敷きで、すいません、ちょっと出ますんで、バタバタって出ていかれたんですよ。うん、で結局その食事会って言っても、まあその何人かいない感じになって、まあ食事終わって、うん、なんか俺もなんだ大丈夫だったのかなって、命に別条なきゃいいけど、と思ってたの。そしたらそのイベント自体はもう7時からだったんで、まあ時間があるじゃない、うん、で、一回宿行かれますかって言われたんで、あ、そうですね。ちょっと一回宿へ行こうかなって、会場は確か宿の近くでしたよね。あ、そうなんです。歩いてすぐですからって。あ、だったらちょっと宿へ一回行きますって言って、その食事会の会場から出たさ、車乗せてもらって。はい。そしたらさっきのそのおじいちゃんの家の前通るわけだよ。うん。で、パトカーとか救急車いっぺんでね。ああ。で、なんだと思って。はい。そしたらその運転してる人も、すいません、いいですか、ちょっと様子見ていきます。あ、僕もちょっと一緒にって言って、俺も一緒に行ったさ。うん。一生懸命掘って、そこからこう、引っ張り出したおじいちゃんは。はい。カッチコチだったなんて何日も経ってたって。え、何日も経ってたんですか？ああ。
でも俺たち1時間ちょっとぐらい前に見てんだもん、そこでも雪下ろしてるじいちゃん。じゃあ、その時のが幽霊。そうそう。そんなことがね、ありましたね。切ないですね。そうなんだよ。その人とだって会話してんのも俺見てるからね、車の中から。ニコニコしてこうやって。赤っぽいね、なんていうの、エンジ色、ワインレッド、うんうん、毛糸の帽子かぶってさ。